じゃじゃーん、割り箸じゃなくて爪楊枝。これを使った今回は簡単なマジックだけど意外とコツが必要なマジックをご紹介します。でもうちょい近づいてきて、あ、いい子だ、いいぞ、さすが僕のスマホくんは違いますね。やっぱりあれ、割り箸見える？って勝てて見えないね。っていうね、っていうマジックなんですけども、はい、画面戻って、戻れ、踊った、今踊った、ドド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 。これ簡単なんですけどコツが必要なんですよ。さりげなくやるっていうね、今からマジックやるよって言ってやっちゃうと即バレますけど、ファミレスとかに行って手持ち無沙汰だなっていう時にさりげなくこうやって遊んでると、まあ、なんか気づいた人はすごいってなるかもしれないので、ちょっとやってみてください。僕はなったことないんですけど、かもしれないでね。やり方簡単、答えは空気なんですよ、風なんですよ。ただこれはもう見せ方の問題で、手でねコントロールしてるかのように手を添えるだけでそう見せることができるので、まあ、まず手をね添えるっていう、あと口で風吹いてるなっていうのを分からせないように、まあ、ちょっと口を手でこうやってさりげなく隠すとか、この感覚がって吹くとか、これはちょっと使えないけど、一番コツが必要なところは風が行く場所を把握するっていうことなんですよ。ふーって吹いても意外とね当たんないんですよ、最初やるとき。あれ全然爪楊枝動かないってなるんですけど、ちょっと机に吹いてみて、で手をその近くに当ててみるとどこら辺に風が吹いてるのか分かるので、一旦ね軽くふーって息はここら辺行ってんだなっていうのを把握した上で、その時に顔は動かさず、なるべくね動かしちゃうと結構ずれるので、動かさず手やるっていう、なんか暇な時にねやってみてください。なんかいろいろ爪楊枝遊べますよね。最近 TikTok で流行りのこういうのとか、まあそういう遊びをしておくだけで暇な時こうやって遊べると思うので、ぜひやってみてください。